どうもこんにちは、タキカです。今回はミッションランやっていくんですけど、まあね、あの裏でやったんだけど、これ見たら、いろいろと調べたら星を全部取ると1から6まで、まさかね、レベル7が解放されたのよ。だからレベル7やっていきたいと思います。いや、これ一応ね、全部やったんだけど、マジで難しかった。特にこいつとか、あとはもうここら辺のチャレンジめちゃくちゃ難かった、本当に。こっちは超簡単だったけどね。さあ、やっていきましょう、7。今回ここが7の1から、ボス、これ誰だ？ん？誰だろう？わかんない。コースを一周する間に、じゃあ7の1からやっていきたいと思います。え？早速レインボーロード来た。いや、それはそうだな。それ隠しミッションだから。早速レインボーロード来たよ。マジか。それはすげえ。まさかの早速レインボーロードとは。むずくね、ミニタブ6回貯めるって。おお、すげえな、かっけえ。早速レインボーロードじゃん。まあ、隠しワールドなだけあって。やばいね。一応待って、難しいな。どうにかしてミニタブ貯めないと。6回も貯めれないでしょ、このステージ。ほい、ほい。いける？ギリいけるか。ほい。で、ここで一回貯めて、貯めよう、絶対貯めよう。よし。で、あ、いった、6回。7回しとこう。はい。よし。まさか初めからレインボーロードが来るとはな。お、星さん、いいね、幸先。クッパより早くゴールしろ。ついに来たよ、マリオ対クッパ。しかもちゃんとしたクッパキャッスルだね。え？ちゃんとしたクッパキャッスルではなかったね。さあ、無敵のスターだよ、こっちは。はい。あ、もう正規ルートじゃなく、ショートカットルートが早い方なんだ。これ簡単だね。クッパキャッスルだから、しかも、それとも。やっぱりあれなんだなっていう。いや、まさか上行けないとかない？は？嘘だろ？マジかよ、そりゃ鬼畜すぎない？上行けないとか誰も思わないでしょ。ラッキー、スターばっかり出てくれる。早くね、クッパ。スピード。ちょっとチート使ってますよ、チート。はい、チート使ってるってのは成敗だよ。はい。よし。え、クッパバナナ持ってんの？アイテムボックスあったけど、バナナなんだ、クッパ。いや、それはかわいそうだわ。でも、あれ、下じゃないといけない。ちょっと鬼畜すぎるね。さすがワールド7。制限時間内なら2周しろとか、初めてのチャレンジだね。でももうそれさ、ほぼタイムアタックなわけや。ほぼタイムアタックだけどね、それは。え？キノさん確定？でかいね。タイムアタックじゃん、ただの。でも8デラックスね、そういえば話そうかな。雑談になっちゃうよね、これ。お、キノさん。これ絶対行ったっしょ。8デラックス最後のさ、コースパス誰なんだろうね。ちょっとおかしくない？挙動めっちゃバグってない？さっきの挙動はバグってるよ。さすがに。ちょっと、スローで再生してもいいレベル。なんであんなバグってんの？アイテム。いや、これ長すぎ、この棒。やべ、これ、いける？ 2 分以内に。いけるかな？ 45 秒か、あと。キノさん。さあ、エイトドラッグスのね、追加パス最後誰が来るのか。ディディーコングとロボットと僕が願っておきますね。ロボットなんてさ、もう全然出ないからさ、でもスマプラで出てるから、忘れられてはないと思うけど。ディディーは絶対出ないとおかしい。なんでディディー、ちょ、これむずっ。エイトドラッグスと違って全然難しい。あ、間に合うっぽい。よし、こっち行って。いけた。行ったんじゃないかな。ほい。おい、よかった。残り10秒だ。あぶねえ。ランク C でしょ。あ、意外に B だった。制限時間内にクリボーを30匹？マリオメーカーみたいな反応になっちゃったよ。ほい。よいしょ、ほい。はい。
冷静にやった方がいいね。で、相手ボックス取って。はい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 。で、ミドさん出て、緑コーラ。これが一番いい効率が。はい。で、クリボ。知ってます？クリボと元キノコ王国の住人なんだよ。だから、キノピオにとっては裏切り者なんだよ。だからね、成敗しないとね、ちゃんと。元キノコ王国のね、戦士、星の戦士っていうかあれだけど、あれだったのに、裏切ったからね、クリボー。クッパが来て、寝返ったから。ほんと性格悪いやつだよ、クリボーは。ねえ、マリオパーティーとかで元気よく参加してるけど、でも君は裏切ったんだからね。元はね、キノコ王国の住人だったのに、クッパに寝返りやがってよ、キノピオが、おらーって。そんなのも設定があるの面白いね、マリオ。よいしょ。嘘。当たってない。待って待って待って、クリボ本気出しやがった。向こうにいないのに、クリボ。はい、どうも、当たる、体当たりしよう。タックル、タックル、ああ、なんか面白いことになった。よし、おお、星さん、ありがとうございます。20枚のコインを集めろ。これは、まあ、コイン系は嫌いだけど、今までの難易度としてはちょっと低いんじゃないかな。ほら、コイン集めるだけだから。ステージがまだあれだな。めっちゃ集めにくいステージだな。え？ちょっと待って、無理じゃん。いやいや、激ムズ、激ムズ。あれ、一回取り逃したらもう多分、一生取れないよ。え、何これ？しかもさ、このステージ8デラックスでも嫌いなんだけど、DS でも嫌いなんだよね。はい、ゆっくりと行こう。よし。でも、全然違うことない、8デラックスとここ。いやいや、何これ難しい。待って、嫌な予感。やっぱりだ。はい。はい、はい。よし、綺麗に取っていく。ここら辺は簡単なんだけど、ジャンプアクションと一緒にやるのがマジで厳しい。はい。17枚。やばい、残り20秒しかない。待って。19。ちょっと待って。嘘でしょ？ガチで言ってる？うわ、無理だって、待って。嘘。一番やっぱコインチャレンジが嫌いだね、これ。もう本当に嫌い。なんであんな場所にコイン置くのかなっていう。もう裏でやったさ、クッキーランドだったっけわかんないけど、ヨッシーでやる場所あるんだよ、ワールド5ぐらいの。あそこもマジで嫌いだったから。もう無理なんだけど、20枚も集めれない。いやー、コイン系はここでラストにしてほしい。一番嫌い。この、あれなんだよ、ね。運ゲーではないんだけど、やめてほしい。一回取り逃したらアウトみたいなの。ここだよね、ほんと。こういうの。やめてほしいわ。あっぶね。当たったらコイン減るしね。結局20秒じゃん、また。無理だよ。ほい、ほい。あ、いけた。よかった。いや、難しすぎない？それ。ステージがあれだったから。やっと優しいチャレンジ来たよ。番号、ちょっと待って。優しくない。10秒しかないじゃん。は？待って。どういうこと？10秒しかないんだけど。は？無理。嘘だろ？え、ちょっと待って、どういうこと？無理だよ、こんなの。え、時間絶対足りないって。11秒だろ？え？あ、よかった、いった。むずすぎでしょ、なにこれ。どうやって取んの？もうランク C とかこれ、存在しないんじゃない？むずっ。バックで、12枚。いやーもう本当に難しいし、レインボーロードと、クッパに勝っていいから激ムズスキル。待って。なにこれ？待ってくれ。何が起きてるかわかんない。一旦状況を説明してもらっていいですかって。え？これ木も壊せないの？うわ、積んだんだけど。は？
え、どういうことどういうことどういうこと、スピードが足りないってこと。はいはいはい、え、待って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 、バーナーに気をつけろって書いてあったから、はい、あ、いけたいけたいけた、うわ、何これ、むず、実験できないじゃん、むずすぎて。さあ、7の8ですね、最後ラスト。ここと花ちゃんで終わりましょう。バナナに避けながら、ゴール。あ、違う。偽ボックスとあれか、比べるのか。これで。こっち。時間もあるからね。うお、バナナ。これは、ここ。一発、音が一発よ。ここですね。あー、違った。すいません。すいません、違いました。音が一発で決めて。まあ、恥ずかしいんだね、ほんと。あ、これはこっちじゃなかった。こっちだった。で、これは、これはいいね。これはいいね。で、次は見上げるよ。これは本物です。はい。これさ、ワンチャンマップ見たらわかるんじゃね？ちょ、マップ見てないんだけど。あ、ほら。余裕だわ。ズル使っちゃった。マップ見たらわかるもんな。あ、マップと活用していけってことか。そりゃそうだわな。はい。マップ見たら超余裕だった。あ、花ちゃんか、最後これ。花ちゃんよりも早くゴールしよう。これが最後なの。あ、これなんかさ、ウィーンの昔のイベントにもあったような気がする。ウィーンももう全くやってないけど、こっち埋めてくれる。なんかさ、予想していいかな、多分ね、2周目になったら、おーい、トラックぶっ飛ばすな。おー、ありがとう。それはありがとう。2周目になった瞬間さ、なんか怒り狂いそうじゃない、花ちゃんのことだから。こっち行こう。さすがにショートカットはしないね、花ちゃん。怒り狂いそう。早えな。いけるか。あ、相手ボックス。よしよしよし。やば、早っ。これさ、マジスター耐えんの強っ。ちょっと待って、3周あるんだけど。2周でしょ、こういうルールは普通。マジで3周あるんだ。珍しいな。ぶっ飛ばせんのかなと思ったけど、強、花ちゃん。このスターを連続使っていくしかないね。アイテムボックスを取り逃したら終わり。アイテムボックス下にあった。あ、トラックの下にはアイテムボックスがあるとか、それ検証してみましょうか。いくよ。あ、ほら、あるある。あの、キノコだ。キノコでもまあまあいいよ、いいか。はい。え？やべやべ。花ちゃん、花ちゃん見えなくなった。あれ？花ちゃん？花ちゃんさんどうしました？意外に花ちゃん遅いね。来なくなった、急に。あれ？あれ？花ちゃんさん。あれ？ボスの中で一番簡単かもしんない。ボスの、ああ、悲しんでる。かわいそう。ボスの中で一番簡単だった。マジか。ああ、エンディング入っちゃった。レベル7クリアしたから。前のエンディングはルイージだったよね。まあ、ということでね、今回で終了かな。ミッションランはすべてレベル7までクリアしたので。最後、マリオかな？ルイージかな？どっち？あれ、映像流れないじゃん。まあまあカットしようか。あ、流れた。やっぱ最後マリオだったね。ということでね、今回はね、ここまでです。いや、アイス終わる。まあ、ともかくね、ここまでミッション7まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。ミッション7もね、面白かったね、やっぱり。まあ、いろいろとね、難しい場所とかもあって、裏作業では本当に難しかったけど、楽しかったです。最後エンディングもう飛ばしたいとはね、飛ばしても大丈夫ですよ。まあ、一応見てみようか。いや、もうここはじゃあ早送りでいきましょう。早送りで。
はい、ということで終了しましたね。ありがとうございました。今回まで付き合ってくださった皆さん、おお、また撮る日もらった。はい、ということでね、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、 TikTok、Twitter のフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。